東北本線松島駅から徒歩にて10分程度の距離にあり四雲山と呼ばれる山の中腹に鎮座しております紫神社は主催人として雨の皆主の巫事をお祭り申し上げ1200年以上の歴史を持ちます古社です平安時代の第53代淳奈天皇の天朝年間には現在の 松島海岸部のガサキ地区に鎮座し松島明神または紫明神として妙見信仰の旧松島村の総鎮守として村民の信仰を集めておりましたが第80代高倉天皇の自称4年1180年に現在地高城麻明神地区に鎮座しその後源義経が 部分を祈願するため、この社を訪れたとき、紫の藤の花が満開に咲く洲雲山を見て、紫を紫に書き換え、現社名の紫神社に改めたと伝えられております。神社には紫石と呼ばれるご親戚が鎮座しており、古来より天から降りてきて神が寄りつく岩倉とされ、年に何度か 気温や湿度の関係や光の関係で紫色に見える時があります。これは石に神が寄りつき力を蓄え、その力がみなぎった時に輝くとされ、古来より信仰の対象とされてきております。神社には壮大世話役会、京神婦人公、氏子青年会などの団体があり、 さまざまなボランティア活動を通じて、地区や町に貢献しております。10月の第3日曜日には、稚後行列を先頭に、子供みこしや大みこしと魚の例大祭があり、一頓みこしが町を1日かけて練り歩く姿は、ぜひ一度ご覧いただきたいものです。神社には神職が常駐しており、 駐車場も完備しておりますのでぜひお立ち寄りください。お問い合わせは紫神社電話0223543350までお願いいたします。